どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リーです。さあ本日はですね、ラージャンのスラッシュアックスについてダメージの検証と、装備のご紹介をね、していきたいなと思います。ラージャンのスラッシュアックス、見た目は結構かっこいいっす。結構かっこいい。まあちょっとこのアングルがちょっとあれですけど、このミラージャのスラッシュアックス結構かっこいいんですよ。これ、あ、消えちゃった。こんな感じになってまして、見た目はね結構気に入ってますね。まあハンマーみたいにちょっと特別なギミックはなくて、特段こう剣振ってても別に光るわけじゃないし、覚醒状態にしたところで特になんかこう金色に光るとかね、スーパーサイヤ人状態になったりするわけではないんですけど、まあ、ただこんな感じで結構かっこいいですよね。結構かっこいい。まあ割と見た目は僕は気に入ってるかなという感じなんですけど、でこの武器の特徴について説明していこうかなと思うんですけれども、攻撃力が最も高い最強のスラッシュアックスとなってます。物理攻撃力がね、で1085っていうのがスラッシュアックス中一番でございまして、で切れ味が1匠1でも使うと白ゲージが出ますよと。そもそもは青ゲージです。で回心熱がマイナス 5% になってるのは、これカスタム強化で回心熱強化を入れて 10% 減らしてるんですよ。マイナス 15% なんですね、もともとは。で、回復能力を一応カスタム強化で入れてるんですけど、これ回心回復にしてるんですが、回心回心すれば一応回心率は 0% にはなります。まあ、ただね、スラッシュアックスって結構ゼロ距離属性解放好きをメインにして立ち回っていくのが僕は好きなんで、回復能力付与が必須なんですよね、その立ち回りだと。なんで、回復能力付与と回心率強化にしていると。で雷特性が120ついてるんですけど、雷特性の120も、まあ、これ雷特性弱点に行くんだったら、この120もバカにならないんで、まあ、結構強いですね、そういう意味では。でスロットがレベル4空いていると、めちゃくちゃ強いです。これめちゃくちゃ強い。で瓶の種類が強撃瓶なので、物理属性スラッシュアックスといったところですね。でですね、先にですね、ダメージの検証をしていこうかなと思います。ダメージの検証を、まあ、どのぐらいのダメージが出るのかというところですね。早速じゃあちょっと傷を先につけまして、でこれで弱点特攻 50% 回心率が乗るようになりました。で覚醒を外しましょう。結構かっこいいですよね、振ってるところのこの剣も結構かっこいいんで、まあ、この見た目も結構気に入ってるんですけど、 OK。 そしたらですね、これ実はですね、このスラッシュアックス回心率がちょっとスキルの関係上ですね、最大 90% までしかいかないんですけど、一応ダメージの検証なんで達人の遠投を犯してください。 100% という、回心率が 100% になったと仮定してね、全部回心が出たと仮定してゼロ距離を打つとどうなるか。よいしょ。そうするとなんと1946というダメージが出ます。実はですね、僕スラッシュアックスの属性別のスラッシュアックス7本のダメージ比較の動画を出してるんですけど、そちらの動画の内容からちょっと引用して見せていくと、こんな感じになってるんですよ。最強のスラッシュアックスと言われている、まあネルギガンテのスラッシュアックスとか、あと金レイヤーのねスラッシュアックスとかと比べても、やっぱりダメージは一番出てるじゃないですか、瞬間火力はね。ただし実はこのスラッシュアックス見ていただいていただいたら分かる通り、回心率が 40% なんですよ、表示で。だから弱点特攻発動したところで 90% なんですね。だから今ちょっと達人の遠投で持っていたので、この状態でどうなってるかをちょっと検証していきたいと思います。まあ要するに回心率 10% ちょっとサバ読んでるみたいな感じだったんで、まあ一体全体その 90%の回心率になると、まあこの武器どのぐらいのダメージになるのかなというところですね。今もう完全に 90% 状態なんで、回心率が。そうするとよいしょ、そうすると回心が発生しないパターンがあるんですよ。ほら1802とかね、1802、今1802ですよね。ちょっともう一回いきますよ。多分ねこれね安定しないんですよ、このダメージが安定しない。全部回心出ることもあるんですけど、もちろん17ヒットするんで、どっか回心が出ないっていうパターンも多いんですよ。ほら、あ、これ今出ましたよね。今ここで、17ヒット全部 100% 引いたんですけど、このダメージがあんまり安定しないんですよ。もう一回いきます。1750、ほら。こんな感じで、あんまりね、そのね、こう上下幅、振り幅が大きいんで、あんまり安定しないっていうのがありまして、これがなんでかっていうこともちょっと説明していきたいなと思います。
でそれはスキルの内容の、スキル詳細を見ていただくと分かるんですけど、僕の個人的な考えなんですけど、このスキルのスラッシュアクスの必須スキルとして考えているスキルがありまして、まず強化持続レベル3、僕のスラッシュアクスの立ち回りって後であの実践編を載せるんですけど、ゼロ距離属性解放好きをメインにしてるんですよ。だからこれは実はレベル3、強化持続のレベル3っていうのがワールドの頃よりも圧倒的な強化をされてまして、実は強化持続レベル3、これね、強化覚醒状態のスラッシュアックスの状態の位置が2倍になってるんですね。2倍、もともと確か 1.4 倍とかあったと思うんですけど、2倍になってるんですよ。だからこのレベル3を入れたことによって覚醒状態が2倍長くなるんで、これはあった方がいいと思ってレベル3は絶対必須になってるんですね、俺の中では。で弱点特攻レベル3ももちろん弱点部位に張り付いてひたすらゼロ距離するんで、まあこれは絶対必要ですね。で超回心も絶対必要で、体力回復量アップと体力増強3、これがスラッシュアックス、まあどうなのかなっていう話はあると思うんですけど、まあそうは言ってもね、そのゼロ距離属性解放好きを総意してやってる時ってやっぱダメージを無視してやるんですよ。要はその突進とかあの噛みつきとかを無視して張り付いて攻撃するんで、だからあのダメージは絶対食らうんですね。ただし不動の装備とか天身の装備とかでそのダメージを実質無効にしていくと。ただしその非ダメージはあるんですよ、不動の装備とか特に。だからその場合って結局あの体力回復量アップとかがないと回復できなくて、結局不動の装備中にゴリ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 削られてゼロ距離中に死ぬっていうパターンになっちゃうんですよね。それは意味がないと思うので、だから体力回復量アップレベル3をつけて、体力増強とねをつけて、まあ、要はあまあゾンビ状態、反ゾンビ状態みたいな、張り付いているときにひたすらダメージを与えつつ回復して、あのダメージ無視して攻撃するっていうことがしたいんで、これも僕の中では必須なんですね。だから同じ理由で整備3も必須なんですよ。まあ本当は整備5を入れたいんですけど、整備5はさすがに重いんで、あの7の防具をね何箇所か入れないといけないんで、これかなり重いので、整備3も、まあ、一応ギリギリ、まあ、許容範囲ということで一応整備3、まあ、短期決戦だったらいらないですけどね、これね。で耳栓レベル1もあのゼロ距離属性付きで張り付いている場合ってレベル4が、耳栓レベル4が付与されるんで、レベル1は必ず必須なんですよ。だからあのレベル5になるからね、その張り付き中に。だからレベル1も必須かなと。だから必須スキルっていうのはすごく多いんですね。でこの武器匠を入れないと、あの白ゲージが出ないというところで、これ短期決戦だったら、まあ、匠レベル2ぐらいでいいと思うんですけど、ゼロ距離属性中っていうのは切れ味が変ないんでね。なんですけど、まああの継戦能力オノモードで立ち回っていくとかも全然想定してるんで、まあ要は導きの地とかでも使えるようにね。なので匠レベル4に今回はしてるんで、こう考えるともうね枠がないんですよ、スキルの枠がない。だから挑戦者を本当はゴッツ見たいんですよね。挑戦者ゴッツ見ると絶対回心率って 100% までいくんで、怒ってればモンスターがプラス 10% されるからね、回心率が。なんですけど挑戦者レベル5が詰めないんですよね、この感じだと。見ていただくと分かる通り、まあ見切りレベルならも必須なんで、ほとんどなんで、どうしてもね回心率がその必須スキルをこう絞って絞っていくと消去法で詰めなくなっちゃうんですよ。だから最大回心率は 40% プラス弱点特攻の 50% で 90% っていう回心率になっちゃうんですよね、まあ、これがちょっとまあどうなのかなというところはあるんですけど、雷属性弱点のモンスターに担いでいくんだったら、このスラッシュアックスかなりまあありなんじゃないかなと。属性値120入ってますからねっていうのがありましてですね、まあそこそこ強いかなというところで、選択肢の一つには入ってくるんじゃないかなと思うので、まあ、一応今回はこの、スキル構成でご紹介をさせていただきました。で装飾品がねこんな感じになっています。まあ、ちょっとハードルが高いものもあると思うので、まあ、その辺はね皆さんの持っている装飾品に合わせてシミュレーターかけていただいて、まあ、やっていただければいいのかなとは思いますけど、まあ、必須スキルは見切りレベル7と、まあ、僕の立ち回り上ではって話ですよ。見切りレベル7と攻撃レベル4、それから匠レベル2以上、それから体力増強3、体力回復量アップ3、超会心レベル3、弱点特攻3、強化持続3、整備3と、あと耳栓1となってます。だからもうここの中のスキルほとんど僕の中では必須スキルなんですよね。だから抜くもんがないっていうのがあって、なんでこのスキル構成になっているという感じです。それではちょっと早速ね実戦の様子もご覧いただければと思いますので、雷属性弱点といえばティガレックスかなと思いますので、ティガレックスちょっとソロで買ってきた様子ご覧いただければと思います。それでは資料映像の方へどうぞ。
はい、というわけでね、こんな感じで、まあ、ちょっとゴリ押し戦法が過ぎるっていうのはあるんですけどあんまりプリングスキルが関係ないんですよ、スラッシュアックスって。なんで逆にそういうところが、まあ、初心者にもおすすめできるポイントなのかなとは僕は思うんですよね。見ましたか？だって今のところでなんかうまいポイントありました？なかったですよね、スラッシュアックス使ってる上で。なんか特にうわそこうまいとかなかったでしょ。だからとりあえずひたすら張り付いてなんかパンパンしてればパンパンマンしてれば倒せるという、これがスラッシュアックスの魅力なんですよ。だからなんだろうな、プレイングスキルがあんまり関係ない、まあ、ユータワタリ、次期ユータワタリの候補であるかなと僕は思ってるんですけど、ぜひ、ね、ですね、皆さんも気に入っていただけましたらですね、スラッシュアックス使っていただければと思います。でもちろんね、このラージャンスラッシュアックスも結構強いんでね、雷属性弱点相手には担いでいって全然いいんじゃないかなと思いますね。まあ金レイヤーとかですかね、あとイビルジョーとかもそうですけどね、まあ、このパン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 で、まあ、2000弱ぐらいのダメージは入ってるかなと思いますので、ロマンあふれるこの武器ぜひ皆さんも作ってみていただければと思います。動画気に入っていただけましたらチャンネル登録およびグッドボタンお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ディスコードの参加もお待ちしています。それではまた、バイバイ。